はいこんにちは、えー、この動画は「高速認定試験数学平成25年第1回の」の、えー、イントロダクションです。はい。なんで、まあ、このイントロダクションを見てくれてる人は、このカリキュラム受けようかなーってたと思うんですけど、まあ、このカリキュラムどんなことすんねんってことを説明していきたいなと思います。はい。で、まず自己紹介していきましょうね。僕はあの杉山と言います。大学ではね、数学勉強しているので、なんかこのカリキュラムに限らず数学でね、なんか質問があったりしたら、サポーターシステムとかね、 えー、この授業のコメント欄ねこっち側になるでしょコメント欄のとかでぜひ質問してくれたらいいなと思います。はいまあそんなのどうでもいいんだけど、えー、このカレキュラムどんなことをするかっていうと、まあ、書いてありますがコスス認定試験っていうね、えー、まあ試験があります、まあ、センター試験みたいなね、えー、年に2回ね8月と11月に試験があるんですけど、えー、その第1回つまり8月に行わ,る行われる試験ですねの、まあ、平成25年度に行われたやつの過去問演習を行います。でですので えまあもちろん高卒認定試験を受けようかなと思ってる人が囲むトライしようかなっていう時にこのカルキュラ見てくれたら嬉しいなと思うんですけれども、えー、囲む演習ってことなんで、えー、まあ問題をねダウンロードする。 まあ、あの文部科学省のサイトにね自分でこう見つけてくるなりして、えーまあ、できたらまあ印刷して、えー、自分で解いておいてほしいなと思います。でその際に、えー、解き方ね解き方っていうか時間しっかり指定されてますからねダイモン6個で50分ですからそれしっかり時間を持って上戸時計か時計を置いて、えー、実際の試験場に行った気分でね解いてみてほしいなと思います。だいたい、ねえー、だだい,、えー、いいいいいたたねねかかららら個あり分ぐけけてんどそこら辺も、ね えーかえー、時間かかんない大門だったりとかかかる大門だったりありますか自分でねペースを見つけながらやっていくことが大切です。はい、で、えー、このカリキュラム以外に、えー、もうちょっと基礎からやりたいなって人ね向けに僕はあのゼロからなんだっけゼロから始める公認数学っていう大門別のカリキュラムもやってたりとかあとは、えー、大門別にそれはまあさっきのゼロから始めるっていうのは基礎からやっていくんだけどそうじゃなくて。 大問1の過去問をわってやってカリキュラム、ね、分析して攻略する公認数学っていうカリキュラムやってますからそちらもね、えー、ぜひ合わせてやってくれたらいいかなと思います。はい、で、えー、この学びにはこの高卒認定試験の数学の過去問解説をねさまざまな先生がやってくださってますから、えー、この年度以外にもねぜひ、えー、やってみてほしいなと思います。 はい、えー。じゃあね、実際ね、次回からね、大問1からバリバリやっていきますね。大問1個につき1つの動画を使ってやっていきますので、えー、大問別にやってくださってもいいし、しっかり50分ね、測ってやって、まとめてみるっていうのもいいかなと思います。で、最後に、えー、回答はね、えー、ネット上にありますので、解説じゃなくて回答ね、ただの数字です。それは自分で答え合わせしてくれたら、えー、より手っ取り早いかなと思いますので、一緒に頑張っていきましょう。 はいじゃあ次回からね解いていてくださいね第1回でやりましょうお疲れ様でした。